こんにちは。もうすぐなんですけど、9月の11日にですね、原稿者さんからこのピースフルクイジンっていう、まあ、そのままのタイトルでレシピ本が出版されます。で、もうね、何年も前からですね、こういろんな人にレシピ本作らないんですかって言われ続けまして、でやっと今回ね、ちょっといい縁があったので発売されます。それでですね、僕今までこのピースフルクイジーンとしてレシピの動画をですね、数えてみたら250ぐらい作ってるんですよね。ノーミュージックバージョンはカウントしないで、純粋にレシピの数だけで数えてみたら250ぐらいあって、でその中から何個だっけな、65くらいだったかな、まあ、60いくつかのレシピをその中から選んでこの本の中に収録してありますので、この本の中に載ってるレシピっていうのはもうすでに動画が存在してて、まあ、いつでもどこでも誰でも見ることができる状態になっております。あ、でもね、1個だけ動画がないレシピがあるんですけど、まあ、それはあんまり気にしないでください。それでですね、なんかね、喋ることがいっぱいあるんですよね。で、この原稿者さんがですね、結構この本をすごいこだわって作ってくれまして、この紙の質だとか印刷の具合とかも、構成、色の構成とかも本当に何回もやって、ああでもないこうでもないって言っていろいろね、大変だったんですよ。でね、その昔の動画は結構サムネイル、YouTube に上げるために作ってたんで、このサムネイルを用意しないといけないんですけど、そのサムネイルをですね、動画の中から切り出して使ってたりしたので、写真がそもそも存在しないあのレシピもあって、結構ね、この本の中に載ってるレシピの半分ぐらいは写真をね、撮り直したんですよ、改めて今年。でも結構大変だったんですよね、全部自分で写真も撮るので。でね、家にある食器だと全然足りなかったんで、食器もね、新しく買いに行ったり、で作家物の食器をレンタルしてるところがあったので、そこに借りに行ったり、まあ、テーブルクロスとかナプキンみたいなやつとかカトラリーとか結構ね、買い足しまして、それで撮影をし直して、で本になってるので、結構ね、見たことない写真がいっぱい載ってると思います。でですね、この原稿者さん、ここアピールしてくださいって言われたんですけど、でこれ開いた時にですね、こう、まあ、こうなっちゃって見づらい時に、ここをこうやって180度こうやって広げて、こう折っちゃっても、ここが絶対に裂けたり破れたりしないですって言ってました。なので普通のレシピ本はね、こうなんか物を置いたりとかして本が折れないようにって使う人も多いと思うんですけど、なんかこのレシピ本はここがすごい丈夫で、そういう風にしても大丈夫なように製本してあるので大丈夫だよねなんかそういう、こういう風にして使って、ガンガン使ってくださいと、ほんと丈夫だね、言っておりました。それともう一つお知らせがありまして、で10月の11日夜7時半から、まあ、ちょっと先の話なんですけど、銀座6の蔦屋銀座店でこの出版記念のトークイベントをやることになりました。で蔦屋銀座店でこの本買った人は整理券みたいなのをくれるらしいので、それを持って来てもらえれば入れるみたいです。でもうこの本を予約してしまったとか、他のお店で買ったっていう人はなんか有料のチケットを準備してくるらしいので、それを蔦屋さんの方で買えば参加できると言っておりました。ただね、座席数が50しかないので、なんか割とすぐ埋まっちゃうんじゃないのかなって思うんですけど、まあ、もしそのトークイベント
興味がある方は蔦屋銀座店で買うと整理券くれるらしいので、蔦屋銀座店に行ってみてください。あとオンラインでもね買えるらしいの であとそのイベントの情報とかは蔦屋さんがこうウェブページを用意してくれるらしいの でまだそのウェブページができてないので、できたらこの動画の概要のところにリンクを貼っておきますので、まあ興味があれば見てみてください。あとこのピスウルクイジンのこのレシピ本もですね、もう実は1ヶ月ぐらい前からAmazon でね予約できる状態ではあったんですけど、まあ、その Amazon のリンク先も概要のところに貼っておきますので、興味があれば予約してみてください。以上かな。以上ですね。では。